アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。こちらが赤コーナーのノイリー、青コーナーからは浦部の出陣になります。ともに冷静な表情を一切崩しません。若き力、17歳対21歳。中村さん、はい、立ち技格闘技の未来へ、先手はどちらが打つのかという戦いにもなりますよね。そうですね、今年齢聞いた時に2人ともまだそんな年なんだと思いましたね、はい、そうですね。宮田プロデューサーも同様の感想を述べていましたけれども、本当に驚かされますね、はい、若い選手たちの台頭でクラッシュの戦いのコンセプトもなんとなくそんな気がしますよね。ここそうですね。まあでも実際、その年齢関係なくこの2人はこの階級でトップの選手だと思いますし、はい、まあメインをやるにふさわしいレベルの2人だと思いますね。ダブルメインイベント、今ハイキックを放っていった青いグローブが浦部弘隆です。この後登場する浦部浩也のお兄さんが先に登場。右ストレート、さらに左、速いパンチ、前蹴りで対処するノイリー、前蹴りを返す浦部。いや、この辺りももう目が離せませんね、はい、スピード、テクニック、中村さん、もう申し分ない2人ですね。そうですね、もうちょっとお互い様子見てラウンドの最初はやるのかなと思ったんですけど、はい、結構、浦部選手の方からも積極的に手出していってますね。浦部はとにかく前へ出て主導権を握りたい、握ればなんとでもなる、そんな戦前のコメントがあります。しかしノイリー、まだ17歳、赤いグローブです。もう空手時代から名古屋の天才の意味を欲しいままにしてきましたよね。いや、もう天才というその表現からもそう才能がすごくある選手だっていうのは分かるんですけども、はい、試合するために強くなってますよね、それがこう恐ろしいというか、はいはい。そしてプロで4戦目になるんですけれども、いや、これは危ないなという場面がまだないんですよね。そうですね、ピンチというピンチがないっていうのもすごいというか、普通4戦やってればどっか1回ぐらいは危ないっていう場面あると思うんですけどね、はい、何でもできて全てがいい、はい、無駄がない、そしてこの試合運びですね、はい、今、大きく回ります。緩急をつける、そのテクニックもそうですけれども、やっぱりそのいわゆるどれだけ腹が据わっているかという部分もあるんでしょうね。本当に落ち着いてますよね、試合しているときに。右ハイキックでノイリー、攻撃もそうなんですけれども、相手のそのオフェンスをですね、はい、いかに判断してかわすか、ディフェンスですよね。はい、本当にこうディフェンスだけでお金が取れるじゃないですけど、攻撃ももちろん見てほしいんですけど、僕はこのディフェンスを見てうなってほしいですね。いや、それに対して浦部、黙っちゃいないと右フック、一瞬前方に体がノイに流れるようになりました。踏んでの膝はいけません。で、赤いグローブ、ノイリといえばその蹴り技の数々もそうですけれども、膝も得意です。当然理解しての最後の攻撃だったようですね、はい、あっという間に第1ラウンドが終わって2ラウンド目。さあ、ここからは中村さんはどうご覧になるんですか。はい、まあ、浦部選手としては最後のシーンにあったように、まあ、ちょっと自分の攻撃力を生かして、ちょっとノイリ選手をディフェンス一辺倒にさせるというかですね、はい、反撃をさせないぐらい攻めたいところでしょうね。そういう体制にならなければいけないというのは、何か強豪のね、対人選手を相手にしたときと同じような状況なんでしょうね。早くもノイリーという存在、相手のテクニックとか反撃とかカウンターとかも関係なく、もう攻めきるというかですね、もう6分間ラッシュし続けるぐらいの気持ちで戦えば、どんな強い選手でもディフェンスせざるを得ないですからね。はい、それをこのノイリーに対して成し遂げることができるのか。青いグローブが浦部です。浜辺の方も技術面は非常に数多い引き出しを持っています。そして赤いグローブの入りがまだ無敗なんですけれども、無敗の相手には自分は負けたことがない、無敗キラーなんですよね。しかも全て KO してきているんですよね。野入選手、またサウスポーにさっきスイッチしてましたね、構え。そうですね、はい、今はオーソドックス戻してるんですけども、はい、そして膝があります。もう最初からサウスポーで戦うこともできるそうですね、はい。そして前蹴り、なんといってもリーチもコンパスも長いですよね、野入は。ちょっと試合の様子が変わってきましたか。本当は浦部選手の方が前に出たいところだと思うんですけども、はい、逆に野入選手の方がちょっとプレッシャーかけてきましたね、はい。そして硬いガードから左のボディーフック、はい、第1ラウンド同様、ボディの上から効かせることができない。飛び膝野入、武器は多い選手です。やはり野入の距離にしてしまってはいけないんですよね、裏で。ただ野入選手の左手伸ばすガードだったり前蹴りだったり、はい、距離を作るのがやっぱ抜群ですよね。そうですね、そのガードで距離を作って今まで KO 勝ちを2つ経験してきました、演出してきました。今回は浦部秀隆に対しても非常に研究してきたそうです。大石道場の大石代表ともですね、はい、倒せる戦いの練習をしてきたんだと、はい、そんなコメントもありました。野入選手の場合は、最初からガンガンいくというよりもどんどんこう相手の攻撃に自分の攻撃を合わせていって、はい、ただ手詰まりにさせるような試合をするんですよね。そのスパイラルに浦部、恐ろしい17歳です。よく見て返すんですよね。そうですね、また相手に攻められて終わらないですよね、必ず自分の攻撃に返して終わるというか、で兄貴分と慕う同門の大石俊介選手がですね、はい、揃い踏みとなってすでにもう勝利を収めています、はい。まあ、続きたいところでしょうね、はい。ドラゴン勢対、そしてこの後登場する大和哲也選手と3人で合わせて、はい、ドラゴン祭りではない、名古屋祭りなんだなんていう言葉もあったようですね。また今日も奥足のローが走ってますよね。はい、野入の左ローキックです。そうですね。飛び込んで右の蹴り、青いグローブは浦部。この前蹴りも嫌でしょう。そうですね、今お話にあった大石選手もそうだったんですけども、はい、前蹴りで使うタイミングがうまいですよね。ここぞというところで放ちますね、はい。さらにこれ奥足へのロー、いやもう中村さん、心にくいですね。ちゃんと両手上げてブロックしている間から見てるんですよね、まだ相手をしっかり。闇雲ではないんですね、はい。右ロー、離れます、回ります。そして左の前蹴り、近くなってしっかりガード、さらに左膝、そして奥足へのローキック、左ロー。浦部も手数は数を下していますが、でも今の膝蹴りちょっと危なかったですね。はい、はい、距離が近くなった時の膝蹴りが野入選手得意なんですよね。タイムストップですね。切れましたね、その膝蹴りで、はい、自分もアピールしましたね、はい、当たってろと膝をパチンと叩きました。ドクターチェックです。浦部のこの角度からはちょっと見づらいんですけれども、おそらく右の目尻ですかね、はい、そうですね、左の膝でしたから。うわ、これです。中村さん、はい、それで手倉陽介選手を、ね、そうですね、この膝蹴りで、はい、また奥足のローを蹴ってるからまた膝が当たるんですよね。続行となっています。さあ浦部、ここからどう反撃するかですよね。浦部選手、やっぱ自分から前に出たいですよね。ちょっと先手を取られてる印象があるんで、このラウンドは、はい、やはり返す返すもそれになりますか。はい、全ての局面で前に出なければ、今もパンチまとめた後にもう一歩前に出るというか、はい、またでもそれをさせない左ボディから右ストレートノイリーで、その後前蹴り、右の蹴り、左のハイキックがあるのがノイリーです。左膝ちゃんと手でブロックして、はい、それで膝蹴るっていう、心にくいですよね、どこまでも守りが固く、攻めが強い、何でもある、何でもできる。また大森選手、膝蹴った後に浦部選手が押すんですよね、これで危険な場所から1回脱出して、また攻撃を立て直すっていう。飛び膝、浦部の打開策もその後パンチ、自らも飛び膝、宙を舞ってみせる。さらに今目線でフェイントがあったハイキックですね。最後は右のストレートクロスしています。でもリーチの差で制したか赤コーナーのノイリー。第2ラウンドの中盤以降は自分のものにしましたかね。そうですね、ちょっとノイリー選手の試合になったかな、そんな印象がありますね、さあ判定の発表になります。浦部も踏ん張った。ノイリー開始直後とあまり表情がまた変わりました。判定結果をお知らせいたします。さあどうだ。29対28赤ノイリー、1人目ノイリー、ジャッジ勝本29対29ドロー。2人目はドローです。ジャッジ千葉30対29赤ノイリー、3人目がノイリー、これにより2対0です。判定決着、浦部宏隆を下したのは大石ジムノイリー正明です。今日は気持ちだったんですけど、まあ、42歳ですみませんでした。いや、かっこよかった。まあ、初めて俊君と同じ舞台になられて、誰とも勝利するようになってきたんで、それは本当、すごく嬉しいと思います。で、この後は、まあ、山本哲也選手がいるんですけど、会場もだいぶ盛り上がってきてると思うんで、まあ、最後は哲也君に締めてもらいたいと思います。いや、自分多分次の試合は甲子園だと思うんですけど、まあ、甲子園も同門決勝でしっかり盛り上げるんで、まあ、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。